シニョリネッタはイギリスの競争馬。1908年のエプソムダービーで100対1のオッツを覆し、貧馬として史上4頭目の優勝馬となり、さらに2日後のエプソムオークスも連覇した。後日する出生の逸話によっても知られている。シニョリネッタの生産者、馬種、調教師を兼ねたチェバリエル、エドアルド・ジニストレーリはイタリアで小さな旧車を営んでいたが、 1880年より、イギリスに渡り、数等規模の旧車券牧場を開業していた。1886年、ジニストレーリは、イタリアから連れてきた平凡な品馬に、セントサイモンを種付けし、翌年品馬が誕生した。この品馬は、シニョリーナと名付けられ、競争馬として、デビュー以来9連勝を記録、ランカシャープレート等を制する、活躍馬となった。 引退後は大牧場からの買い取りの申し入れもあったが、ジニストレーリはこれを断り、自らの牧場に繋ぎようした。ジニストレーリの期待と、裏原西ニョリーナは、母となってからは、非常に小出しが悪く、流産や不受胎を繰り返した。だがジニストレーリは、辛抱強く後輩を続け、繁殖入りしてから10年後の1902年、ようやく初子の大馬が誕生した。 このボバは、シニョリーノと名付けられ、競争馬として挙げた勝利は一生に止まったが、2000ギニー2着、エプソムダービー3着と、非凡な能力を示した。しかし、シニョリーノの翌年に誕生したヒンバは競争馬となる前に死亡。その翌年は、不受体となり、1904年の種付けシーズンを迎えた。ジニストレイリの旧車検牧場には、 シャルルーというシュボバがつなぎをされており、日課の運動時にシニョリーナが放牧されているパドックの脇を通りかかると、互いにいななき合い、グルーミングを交わすなど、非常に仲が良かった。これを見守っていたジニストレイリは、この二頭は付き合っていると感じ、予定していたシリーンの種付け権が手に入らなかったこともあり、ダメで元々という気でこの二頭を交配させた。 その後輩も種付け場では行われず、シニョリーナのパドックにシャルルーを放すという単純な方法が取られた。この後輩は無事に受胎し、翌年貧馬が誕生。健康に育ち、シニョリネッタと名付けられて、競馬場に送り出された。しかしその見栄えは、さほど芳しくなく、競争馬としても凡庸で、初勝利には六戦を要した。千里に。 2000ギニーでも大敗した後、ニューマーケットステークス5着を挟んで、エプソムダービーを迎えたが、オッツは100対1の最低人気だった。しかしレースでは、直線半ばで先頭に立ち、そのまま2着プリマーに2馬身の差をつけて勝利。史上4頭目のダービー頻馬となった。清掃した多くの貴族や名士が驚きを持って見守る、中、ジニストレーリは、普段の休務作業の服装に、 麦わらのパナマ号という出立ちでシニョリネッタを迎えた。ニューヨークタイムズはこれをクラシック優勝馬の場所がこのような格好で相場を迎えるのはこれが初めてだろうと伝えている。二日後勢いに乗ったシニョリネッタはエプソムオークスも制し史上三頭目のダービーオークス連覇も果たした。この時イギリス国王エドワード7世が 貴賓席から姿を現し、ジニストレイリに直々に賞賛を送っている。シニョリネッタは、このご勝利をあげることなく3歳で引退し、ジニストレイリの牧場で繁殖品馬となった。しかし3年後の1911年、ジニストレイリが恒例により、イタリアに帰国することとなり、シニョリネッタは、ローズベリー伯爵に引き取られた。その身柄が引き渡された際、 ジニストレーリの姿が見えなくなるとシニオリネッタは落ち着きを失い暴れ出したが、ローズベリー博の厩務員がジニストレーリから譲り受けた、タバコの匂いを嗅がせると落ち着きを取り戻したという。以後、シニオリネッタは繁殖品場として一頭のステークスウィナーを出したが、他に目立った産個は残せず1916年に11歳で死亡した。 イタリアに帰国したジニストレイリも1920年に同地で死去している。ハンニー・シニョリーノはジニストレイリと共にイタリアに帰国後シュボバとなり、5藤のデルビー・イタリアの優勝馬をはじめ、多くの活躍馬を輩出する名シュボバとなった。一方のシニョリネッタの冒険はアメリカに渡った3区によって伝えられ、 五代孫には1957年の米チャンピオンハンディキャップ品場パッカーアップがおり、現在でも細々とその血脈が守られている。ほか、ありがとうございます。